7月11日東京代々木、全国からロボット作りに情熱を傾ける大学生が集結しました。アジア太平洋地域の20チームで争われる ABU ロボコンの日本代表選考会が始まるのです。学生たちは頭脳をフル回転させてロボットを制作し、大会に臨みました。今年のテーマは織姫と彦星。黄色い箱の贈り物をロボットで運び、織姫に届ける競技です。日本代表となるのは一体どのチームなのか。熱い戦いが今始まります。全国のロボコンファンの皆さん、こんにちは。若きエンジニアたちが技術と知恵を駆使してロボットに情熱を注いでいます。 NHK 大学ロボコン2004、司会のアナウンサー高山哲也です。アナウンサー小野文恵です。どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは今年エントリーいたしました20チームご紹介いたしましょう。選手入場。今回出場するのは全国から応募のあった73チームから厳正な審査によって選ばれた精鋭たちです。頑張るぞー、おー、気合入れていくぞー。この大会の優勝チームが9月11日韓国ソウルで開かれる ABU ロボコンの出場権を獲得します。選手たちの表情を熱くリポートするのはマイケル富岡さんと松島奈穂美さんです。それでは今回の競技を見てみましょう。テーマは織姫と彦星。試合は青チームと赤チームの対戦形式で行われます。フィールドには彦星ゾーン、そして織姫ゾーンがあります。この2つのゾーンの間には未完成の橋があります。フィールドにはゴールデンギフトと呼ばれる黄色い箱が置かれています。未完成の橋を完成させて、この箱を丸い織姫ゾーンに先に運んだチームが勝利をつかむのです。各チームのロボットには2種類あります。操縦者の操る手動マシン、そしてスイッチを入れる以外は操作を許されない自動マシンです。まず手動マシンは橋の部品を相手よりも先に確保し、橋の隙間にはめ込むことを競います。このゲームの最初の見どころです。一方、自動マシンはゴールデンギフトを運びます。障害物となっている小さな箱ギフトを取り除くのも自動マシンの役目。橋を渡って織姫ゾーンを目指します。そしてこのゲームの最大の見せ場、織姫ゾーンの台の上にゴールデンギフトを3秒間置くとゴールデンゴール。この時点で勝ちとなります。3分の試合時間でゴールデンゴールが決まらなかった場合、得点勝負になります。得点は橋の部品をいくつはめ込んだか、そして得点エリアにギフトをいくつ入れたかで決まります。さあ、いよいよ試合開始です。最初の試合は手動マシン同士の戦いとなりました。さあ、青のゾーンは中国地方岡山大学のきびだんご団です。一方、赤ゾーンは東北大学 T ゼミ。青ゾーンは
大きな桃がシンボルの岡山大学きびだんご団。ロボコン出場を目指し去年結成したばかりです。今回見事に初出場を果たしました。一方、赤ゾーンは東北大学です。手動マシンの設計に一から携わってきたのが中山雅乃さんです。中学生の頃からロボコンに憧れてきました。手動マシンの操縦も中山さんが行います。スタート5秒前3、2、1スタート。さあスタートしました。両チームともまずは手動マシンが動いてきます。試合開始とともに両チームの手動マシンは橋のパーツを取りに走ります。初の操縦者は女性、中山雅乃さんです。一方、青岡山大学のきびだんご団は桃太郎。両チームとも橋のパーツの取り込みにまず赤の東北大学中山さんが成功した。2段重ねの橋のパーツをうまく取り込んでカササギ橋にこれからはめます。まずゆっくりゆっくりと上の段の橋のパーツをはめようとしています。この間に東北大学の自動マシンが得点エリアに赤い箱ギフトを運びました。このエリアにギフトを入れると1個につき1点を獲得できるんです。リードを許した岡山大学、突然大きな桃を割りました。中から出てきたのは桃太郎。パワー全開の印です。一度曲がってしまうとなかなか修正が難しい。さあ今度は入りそうだ。入りました。まず東北大学が、続いて岡山大学が橋パーツをはめ込みました。一つはめ込むと3点が入ります。4対3、1点差。残りは間もなく50秒。手動マシーンでの得点争いになりそうです。笠崎橋での3点の争いになりそうです。どちらが多く橋のパーツを入れるか。さあ1点差、赤東北大学の中山さんが橋のパーツを入れた。これで再び4点差。青も入れた。これでまた1点差。残り30秒。両チームともあと1つずつ入りそうで入らない橋のパーツがあります。入りそうで入らないこの橋のパーツをどちらが先に入れるか。残り20秒を切った。青の岡山大学きびだんご団が向きを修正して入りそうな雰囲気になってくる。押し込んだ押し込んだ。赤もどうか。残り10秒だ。どちらがパーツを入れるか。1点リードは赤の東北大学。押し込むか。残り3秒2秒1秒。押し込んだ。逆転勝ち。青岡山大学きびだんご団残り1秒逆転勝利。試合終了直前の大逆転劇。桃太郎勝利のポーズを決めました。そうですよ、もう正義の味方ですから。そうだね、だ諦めてもらったと思いますよ。無理と思った。それでもできると思った。これはもうやらなきゃならないと思ってました、ね、1点差っていうのは分かってました。あ、ちょっとなんかそんな感じで雰囲気でしたけど、うん、じゃあ頑張ってください、はい、ありがとうございました。続いての試合は自動マシンが勝敗の鍵を握ります。青ゾーン名古屋工業大学のテーマはズバリ回転寿司。タコ、エビ、イカ、マグロ、卵、そして海苔巻き、合計6台のロボットがフィールドを駆け巡ります。対する赤ゾーンは福岡工業大学。白鳥のつもりで作った手動マシンが学校の池にいるカモにも似ていたことからカモっぽいと名付けられました。3、2、1スタート。両チーム手動マシンが勢いよく大きなパーツを取りに来たが、一足先に赤福岡工業大学のカモっぽいの方が早かった。それを見た青名古屋工業大学は2段重ねの自分のパーツのところを取りに行った。これは両チームとも手動マシンは好調だ。早いタイミングでまずカモっぽいが一つのパーツを入れました。これで3点獲得。さらに青名古屋工業大学は相手のゾーンにある大きなパーツを取りに行った。
相手に橋を完成させない作戦に出た。さあ手動マシン同士の争い、手動マシンはこの手動マシン共通ゾーンでは自由に接触することが可能。その間にエビがやってきた。エビがやってきて相手のゴールデンゴールの邪魔をする笹を出しました。そのエビを追いかけて、これはイカでしょうか、寿司のイカがまずギフトを運んできた。ゆっくりゆっくりエビの背中を動いてくる。自動マシンも好調、青名古屋工業大学。さあエビの背中を登って登って2点エリアまで来る。ギフトを乗せた。さあエビが運ぶ運ぶ運ぶ、2点エリアに運んでギフトが入った。自動マシン同士の見事な連携プレーで得点を挙げました。この得点エリアにギフトを1つ入れると2点獲得です。さらに取り込んだ橋、2つ目の笠鷺橋の完成に向けて入りました。これで2つ目完成、笠鷺橋を完成させた。橋のパーツを取られてしまった赤福岡工業大学、カモっぽいわけが出ない。青名古屋、着実に得点を重ねた名古屋工業大学、大差で勝ちました。続いてはいよいよゴールデンゴールに挑むマシンの登場です。青ゾーンの東京農工大学、要となるのがこの手動マシンです。お、やってますね。大会10日前、この手動マシンの製作現場をマイケル富岡さんが訪ねました。ゴールデンゴールを達成するためにはできるだけ素早く橋を完成させなければなりません。このチームはパーツを高速で打ち出すことで試合開始30秒での完成を狙っています。このね、なんか荒々しさがまたいいね、たまんないね。ここだよね。マシンを開発したのは2年生の北光一さんです。本当男を感じた。パーツを高速で打ち出す仕組みを支えていたのはなんと束になった輪ゴムでした。この辺がまたねすごいアバウト。これなんでちっちゃい輪ゴムをわざわざより集めてるかっていうと、大きい輪ゴムにするとちょっとした亀裂ですぐ全体が切れちゃうんですよ。でもこうすると1本や2本切れても一応ゴムとしての働きは保っているので、対する赤ゾーンは3年連続出場の鹿児島大学です。見た目通りの堅実な動きをするマシンです。3、2、1、スタート。スピード勝負ではまず青の東京農工大学がリードしています。手動マシンがあっという間に橋のパーツのところまで来ました。まず両チームが狙う大きな一つの橋のパーツの取り込みに成功しました。さらに今度はそのまま二段重ねの橋のパーツの取り込みに向かう。一方ゆっくりゆっくりではありますが赤の鹿児島大学も二段重ねの橋のパーツの取り込みに向かいます。一方三つの大きなパーツを取った青東京農工大学、一つ打ち出して決めた、二つ目も決めた。早い早い、ここまでわずか30秒。決めた。東京農工大学は期待通り素早く橋を完成させました。しかしよく見ると橋パーツはフィールドから浮いています。ゴムを使った打ち出しが強すぎて橋パーツがくさびのように挟まってしまったのです。表面には段差ができています。青の自動マシンは好調、1点得点エリアにすでに2つのギフトを入れました。さあどかしてどかしてゴールデンギフトの道を開けた。残りは1分20秒。いよいよ自動マシンがゴールデンギフトを運びます。ゴールデンギフトを持ち上げている青東京農工大学、橋はすでに完成している。段差があるところはどうか、どうか、くるっと回ってテントを落ちてしまいました。織姫にゴールデンギフトを届けることはできない。しかし一方赤の鹿児島大学は得点エリアにギフトを運びましたが東京農工大学に追いつくことはできません。マシンから離れれば得点ということですが自動マシンの動きはない、ない。このまま試合終了、青東京農工大学が勝ちました。
橋のねパーツの一部が若干浮いてて、まあちょっと減点になったそうなんだけど、あれ原因はわかる？あれはなんかだからあれは見る限り摩擦で浮いてるとしか見えないんで、打ち出しが強すぎるすごくこうパシッとはまった時に硬くなる。いやでも本当にその手動マシーンの今回の橋を完成させるスピードにおいてはもうダントツで、ね、きっちりと仕事こなしてるし、もう本当にあのグッドジョブそのまま続けて、ね、頑張ってね。参加チームはさまざまなアイディアでゴールデンゴールに挑みます。スピード自慢若湘南工科大学湘南先端兼手動マシン、速い速い速い、笠詐欺橋が完成する。そして自動マシンはすでにゴールデンギフトを持ち上げている。さあ笠詐欺橋が完成した。さあゴールデンギフトを持っている、ゴールデンギフトを持った自動マシンがやってくる。しかし自分の赤いギフトが邪魔になっているようだ。一方これをマシンからギフトが外れれば、一方青の東京電機大学はギフトで着実に得点を重ね、ついに逆転しました。残り10秒で逆転に成功した。赤の湘南工科大学は動かないか。3秒2秒1秒、土壇場で逆転負けを喫した湘南工科大学。各チームゴールデンゴールをなかなか決めることができません。次の試合は今年こそ優勝と意気込むチームの登場です。金沢工業大学、赤ゾーンは2年連続準優勝の金沢工業大学です。金沢工業大学、素早く橋を作り上げる手動マシンを開発し、大会までの1ヶ月間毎日猛特訓を続けてきました。練習場には無数のタイヤの跡がついています。これがまあ普通の状態だったんですけど、これが5日か6日1週間かそのぐらいでこんな風になります。練習してとか壊れなければもう大丈夫だと思います。一番それが今怖いです。そうですね、早い。そしてこのカササギくんと名付けられた自動マシンで見事なゴールデンゴールを狙います。対する名古屋工業大学はあの寿司ロボットで勝負です。それでは試合に参りましょう。3、2、1、スタート。さあ金沢勢いよくスタートを切っている。一方青の名古屋工業大学も手動マシンは好調です。さあ橋のパーツを取り込む赤金沢工業大学、一方青の名古屋工業大学は2枚のパーツをまず自分のところの陣地に寄せました。これで赤金沢工業大学が手が出せなくなりました。その間に赤金沢工業大学は1つパーツをはめて3対0。さあ今度は橋の2枚のパーツを持っている。ゴールデンギフトを抱えたカササギくんが橋の隙間までやってきて止まりました。すでに自動マシンはゴールデンギフトを持って待っている。橋の完成を待っている。早い早い赤金沢工業大学。さあ最後の橋のパーツが完成した。自動マシンが動き出した。自動マシンが動き出した。早い。まだ1分も経過していない。ラインドレースでラインを少し見失っているが大丈夫だ。織姫ゾーンまで来た。カササギが顔を伸ばす。織姫を手に置いたマシーンから離れるか。マシーンから離れないとダメだがどうか。マシーンからギフトが離れそうにない。マシーンとくっついたままではまだ認められません。さあ2点差ですから橋のパーツを完成させると青名古屋工業大学が逆転ということになります。おーっと置いたマシーンが離れた。1、2、ゴールデンゴール。金沢工業大学笠崎くん忘れた頃のゴールデンゴール。誰もがゴールデンゴールを諦めたこの時、笠崎くんが突如後ずさりし、ゴールデンゴールが成立したのです。2回戦突破おめでとうございます。
唐沢工業大学の皆さんです。ありがとうございます。調子良かったんじゃないですか。言うてもダメなんです。あれは1分以内に決めなきゃダメなんです。あ、ダメ。あ、なんで離れへんかったここのですね、スイッチがちょっと反応しなかった。最後まで入ってなくて、センサーってそうなんだ。スイッチずっと、はい、ちょっとしたば、センサーミスだよ、はい、センサーミス、まあ、次はもう1分以内行くんで、はい、1分以内でゴールデンゴール、はい、さっきも離れてたら1分以内だったでしょ、はい、そうやわ。次はちゃんと離れますんで、ほんま、はい、ほんまにここの学校だけは強気な子ばっかりやねん、ほんま。バッチリ期待してもらって結構です。わかりました、頑張って。はい、はい、ありがとうございます。今度は絶対ゴールデンゴールをさせないというマシンが登場します。青ゾーンは長崎総合科学大学。毎年巨大マシンで大会に挑む常連校です。今年は全てのギフトを一度に取り込むことができるマシンを開発しました。赤ゾーンは東京大学。メンバーたちの激しい議論の末導き出された作戦は、あえてゴールデンゴールを狙わないというものでした。その鍵を握るのがこの自動マシン、守護マシンと名付けられています。3、2、1、スタート。さあ、この対戦は自動マシンに注目してください。自動マシンのスピードに注目してください。まず赤の東京大学の自動マシンが来た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 、織姫ゾーンのすぐそばに来た。そして織姫の手の上を囲った。これで相手のゴールデンゴールを阻止。ここまでわずか15秒かからず相手のゴールデンゴールを阻止しています。試合開始わずか15秒、守護マシンは織姫ゾーンを素早く布で覆ってしまいました。相手のゴールデンゴールを阻止しています。そして指導マシンは端のパーツの取り合い、その間に青の自動マシン、さあ箱の取り込みはどうか、箱の取り込みはどうか。三段重ねのところ、あっとギフトが落ちてしまった、ギフトが落ちてしまった。この時東京大学の2台の自動マシンはギフトを整然と得点エリアに並べています。自動マシンは白線に沿って動きながら20個の赤いギフトを全て集めていきます。東京大学はギフトによる大量得点を狙っていたのです。開始2分後、今大会初めて全てのギフトを集め終えました。27対0、東京大学大きくリードして、ここで試合終了。赤東京大学ロボテック勝ちました。お疲れ様です。いや、素晴らしいね。どうですか、振り返ってみて。でも、もうちょっとここだけは直して次に取り組むっていうところはありますか。特に問題ありません。特に問題はない。このままいけば確実に勝てると。もうズバリ目指すところは優勝しかないですよね。その次は攻撃と防御を兼ね備えた戦術が見どころです。青ゾーンは長岡技術科学大学。このチームも相手のゴールデンゴールを許さない妨害マシンを用意しました。赤ゾーンは豊橋技術科学大学。日本古来の木組みの技法を駆使し、手動マシン源さんを組み上げました。3、2、1、スタート。さあ、両技術科学大学の因縁の対決。まず手動マシンは木製の豊橋技術科学大学のスピードが勝りました。しかし、おっと、パーツは持っていくことができない、パーツの取り合いになった。新腰のからくり、長岡技術科学大学はどうか。この間に青の自動マシンがやってきた。青の自動マシン、妨害マシンがゆっくりゆっくり織姫ゾーンにやってきた。ここからどんな妨害を見せてくれるのか。さあ、広がった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 、檻が広がった。
なんという独占欲の強い彦星、檻の中に織姫を閉じ込めてしまった青長岡技術科学大学新越のからくり。さあこの間に青の自動マシンは1点得点エリアに6つのギフトを入れました。これで6対3。一方赤豊橋技術科学大学は着々と笠崎橋を完成させています。2つ目のパーツが入りました。これで得点は6対6。3つ目の橋を完成させるか、大工の原産豊橋技術科学大学の木材マシン。さあすでに2つの橋は完成させている。最後のパーツを押し込むことができるか。この間に自動マシン、さあ決めた。これで9対6逆転。ここで青の長岡技術科学大学、自動マシンがゴールデンギフトの通り道を作ります。さあゴールデンギフトを持った自動マシンがゆっくりゆっくりと進んでいる。あとは橋の完成を待つだけ。橋はすでに2つ完成している。あー、どこに向いてしまったの彦星。織姫から再び背を向けてしまう。さあこれから登ってくる。橋の完成はまだか。2つはすでに完成している。残り50秒を切っている。さあ来た、押し込めば橋は完成。さあ来た、橋は完成した。さあ独占欲の強い彦星が織姫にゴールデンギフトを渡すことができるのか。時間はたっぷりあります。まだ30秒ある。さあゴールデンギフトがゆっくりと織姫の手に渡る。さあマシーンが離れた。スタート1、2、ゴールデンゴール。青長岡美術科学大学ゴールデンゴール。確実にゴールデンゴールを狙える究極の戦術、長岡技術科学大学優勝候補の筆頭に躍り出ました。大会にはさまざまなアイデアを駆使したマシーンが登場しました。山口大学のマシンは重さ 17kg、 今大会最軽量の手動マシンです。小気味よい動きが目を引きました。3点獲得できる。さあ入るかと落としてしまった。ここで試合終了。青鹿児島大学。一方初出場の北見工業大学は今大会屈指の巨大なマシンです。自動マシンは5メートルに伸び、リフトを一気にかき集める予定でしたが惜しくも動きませんでした。吸盤を利用した機能的な手動マシンを開発したのは京都大学。ゴールデンゴールを狙う自動マシンは大喝采を浴びました。自動マシンがギフトを運んで来ているが倒れてしまった。これで青の三重大学の折り鶴も来た。三重大学は折り鶴の形をした美しい手動マシンを開発。運ぶことができるか。激しい戦いを繰り広げました。手動マシンの共通ゾーンではお互い自由に動くことができます。あーっと橋のパーツが、さあ青金沢工業大学。そして奇抜な妨害のアイデアを披露して会場を沸かせたのはもの作り大学。織姫のところにやってくると、自動マシンが風船を大きく膨らませイルカの人形で織姫ゾーンを守り抜く作戦でした。風船は出来上がると何の形になるんですか。戦略がすごく大事なようですね。なんとかゴールデンゴールですかを完成しようとしているようなんですが、やっぱり一人でやるのと相手がいるのでは随分違うんですね。大変だなと思いながら見てます。いや手に汗を握る展開で なかなか見てる方もドキドキいたしました。特に最初 の長岡技術大学ですか、最初後ろを見ていたのでどうなるのかなと思ったら非常に巧妙にこう上げてやっていたので、そういう工夫っていうのもなかなか面白いなと思って見ていました。いよいよ準々決勝、この8校の激突です。準々決勝第1試合です。
まず青のゾーンは九州大学の KURT 手動マシンのスピードが持ち味の九州大学。赤ゾーン東京大学。そしてここまでの最高得点27点を挙げて勝ち進んだ東京大学です。3、2、1スタート。さあまずは東京大学の自動マシンを見ましょう。まだ3秒4秒5秒6秒7秒で織姫ゾーンのところまでやってきた。8秒9秒10秒で到達。織姫の手の上に乗せた。13秒で相手への妨害守護が完成しました。さあ今度は手動マシンの争いです。赤東京大学一つはめました。一方青の九州大学も端パーツは取りました。そして東京大学自動マシンが好調。3段重ねのギフトを1点得点エリアにすでに6個取り込んでいます。その間に残るカササギの橋も完成しそうだが少しずれている。はめ直しました。これで赤東京大学カササギの橋が完成。そして織姫の防御守護も完成しています。青の九州大学 KURT 橋を完成させました。さらにもう2つ来た、もう2つ来た。20個すべてのギフトをこの1点ゾーンに入れました。すべて得点エリアに運びました。さあここから注目、ここから注目です。あえて1点得点エリアに入れた自分たちのギフトを取り出した。そして自分の側の織姫ゾーンは空いている。そこに打ち出した。入った。2つ目入った。3つ目入った。4つ目も入った。東京大学盤石の戦いぶりで試合終了。ベスト4進出おめでとうございます。東京大学準決勝進出です。ゴールデンゴールを狙わず得点のみに勝負をかける東京大学。さらに高得点を狙うダメ押しの手段も用意していました。うん、東京大学に死角なし。準々決勝第2試合です。青のゾーンは東京工業大学です。チーム名 SSR の皆さん、一方赤のゾーンは東京農工大学 RUR。 3、2、1スタート。両チームとも手動マシンはスピードが定評があります。まず勝ったのは赤東京農工大学です。大きな橋のパーツの取り込みに成功しました。青の東京工業大学はこれは東京工業大学の自慢がこの自動マシン。ゴールデンゴールを目指して動き始めました。段重ねも取り込み、大きなパーツは全て3つ取り込みました。これで1つ目入りました。さあ2つ目はどうか。2つ目も入りました。先ほどは3つ目のパーツが空中に浮いてしまいましたが、これは旗が上がった。今回はカササギ橋3つとも全て成功です。一方青の東京工業大学の自動マシン、すでにゴールデンギフトを携えて橋のたもとで待っている。橋が完成するのをあとは待つだけ。ここで思いもよらないトラブルが発生。マシン同士がぶつかった衝撃で東京工業大学の手動マシンが動かなくなってしまったのです。対する東京農工大学チャンスです。がっちりとゴールデンギフトを持ち上げた。さあゴールデンギフトが来た。まだ時間は1分以上ある。ゴールデンギフトが来たか。あとまた落ちてしまった。なかなか織姫に会うことはできない東京農工大学の彦星、またしても橋の途中で断念。ここまで得点を上げていることができません。橋のパーツが取り込めないか。1秒。得点勝負となったこの試合、橋のパーツを多くはめ込んだ東京農工大学が勝ちました。準々決勝第3試合です。2試合連続でゴールデンゴールを決めると宣言した金沢工業大学。一方前の試合では自動マシンで逆転勝ちを収めた東京電機大学。手動マシンも抜群の加工技術を駆使して精密に作り上げました。
この自慢の手動マシンで優勝候補に挑みます。3、2、1スタート。共にゴールデンゴールを狙える能力のあるチーム同士の対戦。まずスピードに勝る青、金沢工業大学が橋のパーツに取り組む。おっと赤、東京電機大学 TDU ドリームは手動マシーンが不調です。手動マシーンに関してはリトライはありません。動かないかどうか。さあ金沢工業大学は橋のパーツを素早く完成させる。さらに自動マシーンはもうゴールデンギフトを取り込んでいる。笠鷺くんはもう橋のすぐそばで待っています。さあ牛くんが橋のパーツを完成完成。さあここまでまだ1分経っていません、1分経っていません。笠鷺くんがやってきた、やってきた、やってきた。おりおっとーゴールデンギフトを落としてしまった。自動マシーンが織姫ゾーンにぶつかったとき、しっかりと固定されているはずのゴールデンギフトが転落してしまったのです。試合時間は10秒を切りました。赤東京電機大学、先ほどまでは動いていましたが、この順々金沢工業大学なんとか得点差で勝ちました。ベスト4進出。まさかのゴールデンゴールの失敗。優勝を狙う金沢工業大学にとって思わぬトラブルです。顔だけ今回、これ本当顔だけ違う、なんかじゃないな、なんか引っかかった。違う、ここがなんかおかしかった。引っ込みがしっかり当てなかった。引っ込みが完全に乗ってなかった、うん、準決勝までのわずかな時間で懸命にマシーンの修理を続けました。準々決勝最後の試合です。青のゾーン、長岡技術科学大学、新腰のからくり。さあゴールデンギフトが、ゴールデンギフトが、長岡技術科学大学は見事なゴールデンゴールで勝ち上がってきました。正確で確実な技術力を持つ優勝候補の筆頭です。岡山大学きびだんご団。一方岡山大学は桃太郎の神通力で東北大学を大逆転。果たして桃太郎のパワーは優勝候補に通用するのでしょうか。3、2、1スタート。スタートしました。赤の岡山としては長岡の防御が完成する前になんとか勝負を決めたいところです。まず手動マシーンが両チームとも橋のパーツの取り合いに走りました。手動マシーンがぶつかっている間にゆっくりゆっくりとスピードに乗って、青の長岡技術大学の防御マシーンが織姫ゾーンの横まで到達してきました。織姫ゾーンに向かってゆっくりゆっくりゆっくり進む。ここで試合時間30秒経過で到達。長岡技術科学大学、この試合でも妨害の策を完成。さらに得点エリアで6点を獲得しました。しかしこの時、なんと長岡技術科学大学の手動マシンが突然動かなくなりました。手動マシーンすかさずその隙に岡山大学が反撃します。同点、残りは50秒。さあ青の長岡技術科学大学非常に苦しくなった。さあ橋のパーツを取った、橋のパーツを取った。残りは間もなく30秒、まだ時間はある。6対6の同点。この橋のパーツを入れれば一気に3点入る。さあ落ち着いて橋のパーツを送り出して、送り出して、残りは15秒を切る。調整して押し込めることができるか。残り10秒押し込んだ。残り10秒で3点勝ち越しました赤岡山大学。長岡としては指導が動かない。ここで試合終了。赤岡山大学ベスト4進出。
ここまで4強が長岡技術科学大学、まさかの敗北です。全体的に振り返ってどう？振り返って、どうだろう。いや、まあ、どっちが動けばよかったんですけど、どっちも行っちゃったっていうのがあれでしょう。まあ、仕方ない。いわゆるあれですよ、ロボコンの大会の魔物ってやつですか。勝てちゃいましたいやなんかもう逃げるので精一杯で、桃開くことすら忘れてもうひらがなかったもんね。そうです、ちょっともう今開く今開こうか。あちょっと激しいバトルで決勝に駒を進めたのは東京大学、東京農工大学、金沢工業大学、岡山大学の4校です。それでは準決勝、いよいよ始めてまいりましょう。さあまずは青のゾーン、東京大学ロボテック。対します赤ゾーンは東京農工大学 RUR。 青チームマイケルさんです。はい、手動自動ロボットの完璧な動きで2回戦3回戦を突破してまいりました東京大学ロボテックであります。メンバーの話です。今までにマシンに全く問題はない。ただ今まで赤側だったのが今度は青なので傘を付け替えなければならない。ネジの一部に損傷があるが大丈夫。ぜひ優勝を目指して頑張ってください。東京大学ロボテックであります。一方赤のゾーンは松島奈穂美さんに紹介してもらいましょう。はい、こちら東京農業大農工大学なんですけれどもうるさい。こちらのですね手動マシンの方は絶好調でございます。1回戦とも2回戦とも橋はすぐに完成しました。問題はですねゴールデンギフトを運ぶ方の自動マシンなんですけれども、なんとピット裏ではプログラムを徐々に改良しております。今度こそ本領を発揮するのではないかということです。勝負のポイントは自動マシンにありです。イエーイ。準決勝第1試合スタートの5秒前、3、2、1、スタート。攻めの農工大か守りの東大か、まずはスピード勝負ですけれども、守りの東大のスピードも速い速い。さあ織姫ゾーンに防御マシーンが来た。そして傘を広げました。これで織姫の守護が完成しました。わずか15秒で織姫の守護が完成。そして赤東京農工大学には違反が一つあります。減点1になります。東京大学の守護マシンを止めようとした東京農工大学、思わず守護マシンと接触してしまいました。相手の自動マシンとの接触はルールで禁じられています。手痛い減点となりました。青東京大学は端パーツを手動マシーンでゆっくりゆっくり取り込んでいます。さあ攻撃、赤の東京農工大学、ここまで苦しんでいる端ですけれども、これは一つ目入った。3対2その差が1点差、これも入りました。2つ目も入りました。少し後ろから打ち出すことによって滑らせて端のパーツを送り込んでいる赤東京農工大学です。それに対して青東京大学も3つ目のパーツも押し込みました。両チームとも笠さぎの端に端のパーツは送り込みました。この時点で東京大学は1点エリアに12個のギフトを運んでいましたが、東京農工大学はわずか2個。得点は大きく開きました。さあ
18対10という得点差。自動マシーン赤の東京農工大学は最後の頼みの綱、2点エリアにギフトを運ぶため自動マシンを送り込みました。しかし狙いが外れ、2点エリアに届きません。攻撃したいのは赤東京農工大学ですが、この間に青の東京大学は手動マシーンで2点得点エリアに狙う、2点得点エリアに狙う。さあ一方赤東京農工大学が違反が2つ目になりました。1つ目2点エリアに入った青東京大学、2つ目も入った。そして3つ目4つ目。さあ攻撃したい農工大学ですが、またゴールデンギフトを持った自動マシンは橋を渡ることができません。自動マシンが押し込もうとしているが、そこには東京大学の傘が開いて、東京農工大学、東京大学の鉄壁の防御になすすべがありません。なりました。ここで試合終了、青東京大学決勝進出。どうでしたか東京大学との戦いは。いやあれは強いですね。ここは優勝候補だと思ってますから、はい、強いですあれは。じゃあ逆にあのがパッと出た時点でですよ、防御のテントが、自分たちの中に心の変化というのはどういうものがありました。あれはもう開く前にちょっと前原点覚悟で行くしかないかなと思ってたんですけど、うんうん、ちょっとフェアプレーをちょっと頑張りすぎちゃいまして。一方決勝に進んだ東京大学、直ちにマシンの調整に入ります。戦ってきてマシンもいろいろ消耗してたりしますし、その辺が効いてきたりするのがちょっと怖いのと、あとは人間が間違えなければ、はい、そのままいつも通りに勝つことができる。青のゾーンは石川県金沢工業大学のほうき星です。一方赤のゾーンは岡山大学きびだんご団。青チームのリポートマイケルさんです。はい、2回戦は忘れた頃のゴールデンゴールでありました。準々決勝はゴールデンギフトを落とすという失敗がありました。メンバーの話です。今まで練習ではうまくいっていて一度もこんなことはなかった。原因もはっきりしていない。とりあえず考えられるところを調整して準決勝に臨みます。頑張ってください。金沢工業大学ほうき星です。ありがとうございます。一方赤ゾーン松島さんお願いします。はい、こちら岡山大学きびだんご団なんですけれども、準々決勝で強豪長岡技術科学大学を破った岡山大学です。相手のトラブルに助けられた点もありますが、運も実力のうちでございます、はい、本当に再び桃から桃太郎が登場することを願ってですね、頑張って決勝進出目指してください。あ、力の入ったリポートありがとうございました。ありがとうございます。松島さんでした。3、2、1スタート。さあ3年連続の決勝進出を目指して、まず青の金沢工業大学がスピードに勝る橋のパーツの取り合い、一方遅れて赤の岡山大学桃太郎も橋のパーツを取りに来た。おっと、手動マシン同士の争いになる。手動マシンで岡山大学きびだんご団は相手のゴールデンゴールを防ぎに来るかどうか。2つ目の橋のパーツを取りに行った金沢工業大学の手動マシン、その時同じパーツを取りに来た岡山大学と接触したのです。さあ手動マシンがどうか。青の金沢工業大学の手動マシンに少し動きが止まってしまった。さあどうかどうか。ここまで両チームとも得点はありません。ここで金沢工業大学の手動マシーンが全く動かなくなりました。得点はしていません。笠崎君はもう橋の完成を待っています。残り2分、
まず赤の岡山大学が橋のパーツを一つはめました。これで3点獲得です。これで3点獲得です。その前にまずパーツを押し込みます。さあ押し込んだ。これで6対0。さらに金沢工業大学になぜか不運が続きます。手動マシンだけでなく頼みの自動マシンも動きが止まってしまったのです。なんとか動いてくれと見ているが手動マシンの動きがない。最後までコントローラーを握りしめているが残りは10秒、残りは10秒。その間に赤岡山大学は最後の橋のパーツを入れました。ここで残り時間が少なくなって試合終了。赤の岡山大学決勝進出。やったやった、何が何だろうこれ。今年こそ優勝を目指していた金沢工業大学、直ちに原因を突き止めずにはいられません。スイッチ入れてください。動いて、動いて、回すよ、はい、赤、足と飛んでる、飛んでるね、動いた、基盤飛んでるしかない、どっか飛んだ。マシンを制御する電気回路が壊れてしまったようです。コントローラー多分断線とかじゃないと思うんだけど、横から決勝前に涙を飲んだ金沢工業大学。ロボコンで勝ち抜くのは容易なことではありません。一方、大金星の続く岡山大学、いよいよ次が決勝戦です。マシンを待っていたんですけど、運ですね。ちょっと向こうで止まってくれたのがやっぱりありがたかったです。こっち的にはなんで止まったのかも。準々決勝、手動マシーンが多くて、なるほど、そうですね。3回戦で順調に動いてたので、どんどん強化強化で、かわいそうだなと見ていて思いましたね。みんなが声援がもらえるようにフェアに頑張っていきたいと思います。NHK 大学ロボコン2004、20校の頂点に立つのは東京大学か岡山大学か。それでは2校の登場です。まず青コーナー、東京大学ロボテック。そして赤ゾーンは岡山大学きびだんご団。両チームに、ね、意気込みを伺っていきたいと思います。まずは青のゾーン、東京大学。なんか随分涼しげな顔してるけども、リーダーの宮寺君。いつも通りやれば勝てます。あ、そうですか。余裕ですね。なんか決勝とはちょっと思えないそんなコメントですけども。そして勝利の女神に導かれて去年結成したばかりのロボット作りのサークルが準決勝決勝戦までやってきました。松本君、今のお気持ちは？結構ドキドキしてますね。でもここまで来たからにはもうあちらの応援の皆さんもいらっしゃるので、もう頑張って全力で勝ちに行きたいと思います。おめでとうございます。せーの、東大ファイト。決勝戦スタート5秒前。3、2、1、スタート。さあ初優勝をかけてどちらが先に動くか。東大の青の東大の守護マシーンはこの決勝戦でも好調だ。うっと少しずれた、少しずれたが、少しずれているが、はまったはまったはまった。斜めから織姫ゾーンに突入した守護マシーン、このままでは織姫ゾーンを覆い隠すことができません。ところがマシンの前方に取り付けられたセンサーが織姫ゾーンの位置を検知し、自動的に向きを修正したのです。
かりと織姫ゾーンを防御しました。少し今までとはずれたように見えましたが、しっかりと織姫の手の上に傘を広げました。さあ初優勝に向けてまず防御は完璧、さらに端のパーツを取り込んで傘先の端に一つ二つ入れました。さらに忘れてはならない青東京大学のこの自動マシン、すでに三段重ねのギフトを1、2、3、4、3、4、12、1点得点エリアに入れています。さあ岡山大学桃太郎はどうか、端のパーツを今笠先の端に送り込もうとしています。とにかくロボコンに出たくて去年1年生だけでこのサークルを作りました。去年は書類選考落ち、念願の初出場でこの決勝の舞台まで来ました。この間に東京大学手動マシン2点得点エリアに1つ2つ3つ、さらにもう1つギフトを持っている4つ入りました。残り時間は30秒、初出場の赤岡山大学もなんとか橋を完成させようとしている。しかし東大のペースが止まらない、会場からもロボテックコールが湧き上がってくる。さらに入れた2点得点エリア、これで今大会最高33点、岡山大学桃太郎はどうか。残り10秒を切りました。念願の初優勝に向けて場内からもカウントダウン、試合終了。東京大学大学ロボコン初優勝。おめでとうございます。おめでとうございます。 ABU ロボコン日本代表は東京大学に輝きました。おめでとうございます。リーダー、やりましたね。やりました。ありがとうございます。最後はどうですか、少しずれたかなっていうところもねあったんですけども、ああいうのも想定してちゃんとプログラム書いてくれてなんで、そういうのも想定して書いた。はあ、そのあたりっていうのはどうなんですか、やっぱりシミュレーション何回も何回も繰り返して。そうですね、うん、まあ、あれは最初から、まあ、シミュレーションというよりも想定してた事態だったんで普通にああなるようにはなってます。岡山大学の皆さんにも話を聞きましょう。今の気持ちを聞かせてください。そうですね、はっきり言ってここまで来ることは全然予想もしていませんでしたけれども、まあ、結構手動マシンのオペレーターとしては結構楽しみながら頑張れたと思います。今さあ20校の頂点に立ったのは東京大学でした。世界大会でも期待してますよ。頑張ってくださいね。皆さん大きな拍手を送りください。さようなら。さようなら。全国20大学が日本代表を目指した ABU アジア太平洋ロボコン日本代表選考会。ロボット作りに持てる頭脳と情熱の全てを傾けた戦いが終わりました。日本代表チームには次の戦いが待っています。9月11日韓国ソウル大会、アジア太平洋の強豪たちへの新たな挑戦が今始まります。